私は STEM が現代の世の中のキーとなる技術というと考えます。でそれには調べているというのは将来に行くことができないので、今あるいろいろなデータやそれから地球を表すような計算のさまざまな条件を設定しまして、でそこから100年後50年後100年後がどうなるかっていうことを計算します。 I'm a research scientist in a cosmetic company and I'm basically focused on the textureof the skincare product. Texture for cosmetic is very important because we use the cosmetic every day. 私は今ワイヤレス電力伝送の仕事をしています。無線で電力を伝送できるようになると、今世の中には移動通信用と無線LAN用の電波っていうのがたくさん飛んでるんですけれども、これを捕まえてエネルギーハーベストを実現することができます。私は東京にある私立の女子中高一貫校の数学の教師をしています。 And I'm a fisheries scientist, which means I study the mechanisms of molting and reproduction in crustaceans. 研究については、細胞の増殖と関連するメカニズムの解明ということで、いろいろな機械を使って研究を進めています。私は国立の筑波技術大学でコンピュータサイエンスの分野で教授として仕事をしております。私は今化粧品会社の知的財産部に所属しています。株式会社ラックというサイバーセキュリティの会社で、ビジネスプランニング、事業推進を担当しています。サイバーセキュリティサービスとは、ハッカーから情報資産を守る仕事です。コンピュータサイエンスはこれからの情報社会にとってとても重要な学問になると思っています。コンピュータサイエンスのナレッジがあることですごく選択肢が広がるのではないかなと思っています。 STEM の技術を身につけることによって論理的な考え方を身につけることができるとともに、系統立てたものの考え方によって新しい技術を生み出すことができると思います。将来直接数学を使わない仕事に就いたとしても、そういう考える力だったりだとか、あとはその大きな構造を捉えるだとか、何が起こっているのかっていう全体像を捉えるっていう、そういった力は必ず役立つというふうに思います。私がこの研究をやっていて一番嬉しいなと思うのは、一つは私の自分の研究が、商品に使われることです。あともう一つはそれを使ったお客様がとても喜んでくれること。一番大事でとても面白いことは、今までできなかったことができることと、今までわからなかったことがわかることが最も面白いですね。 Science leads to the development of technologies that people need and use in daily life. And if women don't have a say in developing those technologies, we can'tTruly reflect what society needs. And so women's contributions to science are important. 工学の研究はとても面白いので、もし興味があったら心配しないで、その分野で頑張ってみてください。